1成果を上げる、1. 成長のための機会を逃さない自己実現のために1何によって覚えられたいか「非営利組織の経営」。 宗教の先生のフリーグラー牧師が何によって覚えられたいかねと聞いた誰も答えられなかったすると今答えられると思って聞いたわけではないでも50になっても答えられなければ人生を無駄に過ごしたことになるよと言ったドラッカーは続けてこう言う「運の良い人はこの問いを人生の早い時期に問いかけてもらい 一生を通じてて自らに問いい続けていくことができるしたがって本書を聞いておられる方々はドラッカーの言う「運の良い人」に相当することになる1年に2度この問いを自らに問いかけるそれだけで3年後5年後には仕事が変わり人生が変わる誰もが今の自分よりも良い自分誇れる自分素晴らしい自分しかし なりうる自分を思い描くすると毎日の一挙手一投足がそちらに向かう「今日でも私はこの問いつまり何によって覚えられたいかを自らに問いかけているこれは自己刷新を促す問いである」「自分自身を今日の自分とは若干違う人間として見るよう仕向けてくれる問いである」「 自らの成長に責任を持つプロフェッショナルの条件そもそも能力がなくては優れた仕事はありえず自信も持ちえず人としての成長もありえないドラッカーは問うあなたは何によって覚えられたいかこれは昔腕のいいかかりつけの歯科医にも聞いたことがあるという歯科医の答えは解剖医が「 ここのの人は一流の歯医者にかかっってていたとと言ってくれることだだった自らの成長に責任を持つ者は自分自身であるしたがって組織と自らを成長させるには何に集中すべきかを自ら問わなければならないドラッカーはこうも言う「ペーパーワークと医師の要求に追われている看護師は大勢の患者を見ながらこう問わなければならない」 彼らが私の仕事だ。この本来の仕事に集中するにはどうしたらよいかもっと良い看護ができるようみんなで仕事のやり方を変えられないか能力は仕事の質を変えるだけでなく人間そのものを変えるがゆえに重大な意味を持つ3自らに高い要求を非営利組織の経営 自らに刺激を与えるには仕事を変えることが必要であるこの必要性は人がますます長生きするようになりますます長く活動できるようになるにつれて大きくなるドラッカーは日常化して毎日が心地よくなった時にこそ違ったことを行うよう自らを借り立てよというしかし大抵の人が余裕で仕事をこなせるようになったことを良しとし 自己満足に陥るその結果ある日突然燃え尽きるしかも気づかないうちに燃え尽きる大抵の場合これは仕事に飽きただけのことである大したことでもないもののために毎朝出かけなければならないことほど疲れを覚えることはない喜びは仕事とその成果の中になければならない活躍すべき年月は実はまだ20年残っている。 いいや50年かもしれない問題はその20年50年をどうしたいかであるそれを決めるのは自分自身である自らの得るべきところを知るのは自らである高い要求を課すのも自らである飽きることを許さないよう予防策を講ずるのも自らであるそして仕事を心躍るものにするのも自らである